はい、どうも吉谷です。今回ですね、テーマはですね、月収100万円を稼げない理由についてお話ししたいと思います。またですね、塾生さんのあやさんね、サジェストに吉谷拓郎スペースあやって出てきたぐらいすごいね。あやって誰やねんっていうね、多分みんな検索してるんでしょうね。サジェストで出てますからね、ちょっとびっくりしたんですけど、吉谷拓郎スペースあやでね、いや、ちょっとびっくりですね。まあそのあやさんからですね、なんか久しぶりになんかまた、まあ結構動画送ってこられるんですけど、月100なんて序の口なすみたいな、いや100万なんて余裕で稼げるよみたいなね、動画が送られてきまして、お、結構攻めてるなみたいな、あれあやさんなんか攻めてるぞみたいなね。あやさん月に今サイトアフィリエイトで300万から400万ぐらい稼いでるんですけど、あんまりその数字のこと言わないんですよ。なんかあんまりその数字で釣るとその変な人が来るから、まあ多分嫌だっていうところで、あんまその言わないんですよ、その数字のことに関しては。だけど今回ね、なんか余裕だぜみたいな。で、動画のタイトルも、まあ、この YouTube の下にシェアしておきますけど、そのブログアフィリエイトで月収100万円を安全に安定させる方法っていう、ブログアフィリエイトで月収100万円を安全に安定させる方法っていうね、テーマで動画アップしてるんですけど、まあ、僕はですね、まあ、あやさんはね、余裕だぜみたいなこと言ってるんですけど、僕はね、これはね、モノモースっていうことで、まあ、無理ですね。はい、月収100万円は悪いですけど、100人いたら1人達成できるかできないかです。はい、はい、これですね、前回の動画で凡事徹底っていう動画撮ったんですけど、まあ、結論ね、みんなねできないんですよ、続けられないんで、だから無理ってことです。もう終了なんですけど、僕のタイトルのテーマ終了なんですけど、要は続けられないんですよ、1人で。動画ね、YouTube でもブログでも何でもいいんですけど、何でもいいんですよ。それ続けられないっていうね。そう。じゃあなぜあやさんが、じゃあ月100万は余裕だみたいな感じで来てるのかっていうと、まあ、あやさんはですね、その外注化してるんですよ。要は自分でやらないんですよね。だからやらないから続けられるじゃないですか。やらないから。それそうなんだけど、みたいな。そう。すごくないですか？だから自分でやるか人にやらせるかしかないんですよ。で、ほとんどの人が自分でやるを選択して挫折していくんですね。いや、僕は自分でやれよっていうタイプなんですね。で、僕自身もその前社長やってて、その会社をうまく回せなかった時期もあって、まあ、そのね、社員教育だったりとか朝礼とかもね、いろいろやったんですよ。なんか声出ししたりとかいろいろやりましたよ。だけど、まあ、教育であんまできなくてですね。そう、まあ、僕が大変だったんですけど、だから僕マネジメント能力がないんですよ。でもあやさんは前職でその管理職をやってたんですね。で、部下が20人か30人いたのかな。で、それを回してたっていう経験もあって、まあ、僕は回せなかったっていう経験から元に一人でやるっていうことを選択して、一人でバーってやってるんですけど、まあ、あやさんはその管理職やってて、まあ、回してたんですね。だからその経験を生かして今その外注化してで運営してると、うん、でその100万は僕はその初心者の方はまあ無理だと思います。本当に無理です。続けられないから。続けられないでしょ。不安だし先が見えない、不安だし先が見えないし分かんないし難しいし、続けられます。それで続けられるんだったら稼げます。はい、続けられるんだったら絶対に稼げます。ちゃんと正しいノウハウを勉強する、ね、別に情報商材買わなくていいんで、書店にあるそのブログやるんだったらブログで稼ぐ方法とかね、いっぱい今書店に並んでるんで、ブログアフィリエイトで稼ぐ方法とか本でありますから、まあ、それ買えばいい。それ買ってちゃんと勉強してやれば、誰でも稼げますよって話なんですけど、まあ、みんなやらないんですよね。そう。じゃあこのサイトアフィリエイトで
もう月安定に安全に稼ぐ、まあこれはあやさんの動画見ていただければ分かりますけど、まあ、僕もねしきりに言ったりとかしてるんですけど、あやさんはもう1000サイト以上保有してます。ドメインに関してももう分かんないって言ってました。どうした？どうした？どうしたの？あ？どうしたの？さっき飯食ったじゃん。さっき飯食ったよ。ユニバー君が。ユニバー君、お前も出たいのか？どうもー。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 いやまあ、ちょっとユニバー君賛成しましたけど、みんなまあ続けられない、あ、まあまあちょっと違うな、それ もういいですよね、くどいですよね。で、そのさ、まあ、サイトアフリエイトで稼ぐっていうやり方は、その安定的に安全に稼ぐためには、まあ、僕も理論的にそうなんですけど、1円を1億っていうね、1億人から1円っていう思考があるんですけど、インターネットビジネスは、1億人から1円をいただけるビジネスだと思ってるんで、まあ、その考えがあるんですね。で、現にその例えばまあブログ、まあ、あやさんはブログやサイトアフリエイトなんですけど、その YouTube とかもまあ広告収入に関してもそうじゃないですか。積もりに積もってって話で、 0. 何円とかが積もりに積もって月に何百万とかね、 YouTuber の方稼がれてますけれども、まあ、そんな感じなんですよ、ね、クリック単価、クリック広告単価はね 0. 何円とかでね、まあ、今僕トップバズみたいなのもちょっと検証日記やってますけど、あれもね、僕単価 0.03 円のアカウントと 0.2 円のアカウントありますけど、 0.2 円のアカウントに関してはもう最近動画ね、ほぼもう1ヶ月ぐらいアップしてないんですけど、それでももうチャリンチャリンいってるんですよ。じゃあこれが普通に10アカあればって話で、もういけんなみたいなね。そう、だからその 0. 何円とかの世界でもいけるんですよ、インターネットって、うん、で、あやさんも言ってますけど、その月ね、1万、2万とかね、3万とかのサイトを、まあ、ある程度保有しとけば、ね、例えば3万稼げるサイトを、なんだ、30個あればもう90万じゃないですか。月3万ですよ。月3万稼ぐ、ブログで月3万稼ぐノウハウで十分なんですよ。で、それを多角化すればいいだけなんですよ。なんかその月100万、ね、じゃあもっとアクセスを集めてもっと稼ぐっていうノウハウを勉強するんではなく、月3万でも出れば、まあ、月2万でもいいですよ、ね、だから手取り20万の人とかもいてるじゃないですか。じゃあ月2万稼ぐサイト、じゃあ月2万稼げるノウハウで十分なわけですよ。じゃあそれを多角化して10個作ればもう20万ですよね。でそれ外注化すればいいじゃんって話 でそれをあとはどれぐらいの量ボリュームでやるのかっていうだけで、だからなんかほとんどの人がそのこれ考え方をシフトしてほしいんですけど、まあこれドリームアカデミアでもね僕教えてますけど、最初ドリームアカデミアのステップは月3万稼ごうっていうステップなんですよ。そうだから、まあサイトアフリエイトはその横展開できるじゃないですか。だから別に月3万稼げたらそれを横展開すればいいだけの話で、なんかそのほとんどの人が月100万稼ぐとかね、月何百万稼ぐノウハウを求めてますけど、僕からすれば月3万2万でいいじゃんみたいな、それ横展開するためにどうすればいいのって考えればいいだけで、じゃそれを自分でやるのか人にやらせるのかって話で、自分でできる人はそれをコツコツ横展開していけばいいじゃないですか。でサイトアフリエイトのいいところっていうのは、まあ、すいませんね、あやさんの動画でも言ってるんですけど、なんだその自分の経験だったりとか、まあ、何でもいいんですよ、うん、例えばそのアドセンス、まあ Google でねアドセンスって検索すればアドセンスのそのなんか好きなことを収益にみたいなね、あとちょっと検索してみましょうか。まあこれはね、これが詐欺だって言うんだったらもう Google に言ってくださいよ。 Google が運営やってるやつだからね。 Google アドセンスっていうのがあるんですね、うん、でそのまあ、これはそのアフリエイトなんですけど、クリック型のアフリエイトですね。じゃあこのアドセンスのページに行くと、ちょ重いな今、そのなんだ、好きなことを収益化しましょうみたいなさ、なんか料理ブログかな、なんかその料理ブログみたいなやつを
まあ、ページにアップしてるんですよ、その説明、アドセンスを説明する上で。大好きなことを収益に、大好きなことを収益にですね、はい、200万人に選ばれているアドセンス、それには理由がありますっていう、関連性の高い広告を記載。要は例えば料理が得意だったら、まあ料理が得意じゃなくてもいいんですけど、料理が好きだったら料理のブログ、まあ、ここのアドセンスのその一番トップページのね、 Google さんが作ったページにも書いてありますけど、まあ、それでもね、1万とか2万上げられるわけですよ。うん、じゃあバイクでもいいですよね、車でもいいですよね。車結構単価高いですよ。あとはまあいろいろありますけど、うん、まああとはそのトレンド系のやつでもいいだろうし、いろいろあるありますよ、うん、だから2万とか3万でいいんですよ。だから稼ぎたいんだったら、もう本当に堅実的にね、月100万とか狙っていきたいんだったら、僕はその月2万とか3万が上がる収益媒体をたくさん持つ、うん、もしくは僕なんかは別にその2万とか3万じゃなくても よくて、1円とかでもう1円1億人っていう思考があるんで、1円でいいんですよ、ね、1年に1円だけお客さんからいただければ1億円なんですよ。1億人から1円もらえればすごくないですか。そう、僕が YouTube、まあ、前回の動画でね、あの8000本アップしましたっていうことで、今広告ももう入れてます。で、入れてるんですけど、やっぱ毎日僕収益発生してるんですね。もちろんビビたる金額ですよ。500円とか、今アベレージが1日500円ぐらいの広告収入なんですけど、でも、その見れるわけ、データを僕アナリティクスのデータ全部見れるんですけど、あ、こんな動画からも 2,3 年前ね、アップロードした動画からチャリンチャリンいってるんですよね、少ないですけど。だからもし僕の YouTube チャンネルの登録者数だったりとか再生数がね、最高で今6万回ぐらいしか、5万回か6万回ぐらいしかないですけど、これがもし常時10万回とかもし再生されるぐらいのメディアになったら、これもうアドセン YouTube のアドセンスだけで月に30、40、50いけんじゃないかなと思いますよね。あとプラスその僕の動画の量が半端ないんで、何もしてなくてもある程度そこからチャリンチャリン行くっていう仕組み作りもできますよねっていう理由もある。そういう理由もあるんですよ。うん、僕一人でやってますから、じゃあ僕が体壊したらどうすんのって話で、ね、僕も結構限界を負ってるんで、じゃあその自分が病に倒れた場合、そこからでも収益が発生する仕組み作りですよね、うん、僕は動画をやってますから動画からの広告収入っていうのも一つあるわけですよ。で、今そのトップバズと僕自動連携してるんですけども、トップバズからの収益と今合わせて3万ぐらいですかね、うん、多分、うん、YouTube の広告収入が今1万5000ぐらいなんですよ。で、トップバズの連帯してて、それも、はい、今入ってきてるんで、それも1万5000ぐらいなんですね。だから3万ぐらいですかね。だからまあ YouTube のボリュームとトップバズのボリュームがこう上がってくれば、まあね、両輪で、まあ、10万20万30万っていうのは今後可能かなっていう、まあ、このまま動画アップロードし続ければ僕が、うん、まあそれだけでもね、飯食っていけるかなとは思いますけどね、うん、そう、たとえ僕がね、その弱者の戦略なんですよ。ここちょっとカイジもちょっと見てほしいな。あのカイジのその沼シリーズがあるんですよ。最後パチンコで一撃だ5億っていうね、5億か6億っていう、でそのこれアニメなんですけど、アニメです。で、その沼を攻略するときに、その、なんだろうな、最後、どうやってその、当たりに入ったかっていうと、もうね、弾がブワーッ来るんですよ。で、それを、なんかその、ちょっとね、うまくちょっとお伝えできないんですけど、それ見ていただければ分かるんですけど、その、歩兵が、撃っても生き返るみたいな。そうな、玉詰まりっていうのがあって、玉詰まってて、そこからもうあの死なないんですよ。玉がパチンコの玉ってあのもう死んじゃうじゃないですか。あの当たんなかったらこう出るじゃないですか。でも玉詰まりしてるから、もうどん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 溜まるんですよ。死なないっていう玉が。で、それをアニメの絵では表現では、そのカイジがいっぱいいて、で
あのこの 敵のね、あの名前ちょっと忘れちゃったんですけど、敵がこのライフルでこう怪獣を撃ってもこう、うわー来るみたいな、もう無理だこれは勝てへんみたいな。だアリも1万匹いればすごいパワーになる。多分確かね、なんかの、なんかのテレビかなんかで見たんですけど、まあ、相当なんかすごい強い動物をアリがブワーって倒してるんですよ。そう、こんなちっちゃいアリなんですよ。こんなちっちゃいアリなんですけど、めちゃめちゃいると倒せるんですよ。そう、しかもそのもう殺しても殺してもブワー来るみたいな。そう、だからね、その理論がマジで、まあ、あの今回あやさんの動画でもその安全に安定的にっていうところでタイトルであるんですけど、僕は1円1億が最強に安定かなと思う。安全だし安定だと思いますよ、うん、だから本当に今あのなんだろうな、そのブログでやるのか YouTube でやるのか、まあいろいろあるんですけども、うん、その広告、まあ僕の場合は商品販売しますよ。商品販売してるんで、他の YouTuber さんとはちょっとやり方違うんであれですけど、ただまあ、うん、ほとんどの人が僕みたいに商品販売みたいなのできないじゃないですか。商品作って、うん、いやだったら広告しかなくないですか。インターネットビジネスって通販か広告しかないんで、うん、自分で商品作って売らないんだったら広告、アフリエイトしかないですよね、うん、じゃあそのアフリエイトでもいろんなアフリエイトがあるんですけども、なんだサイトで行くんだったら、まあ、アドセンスみたいなクリックで報酬が発生するものだったりとか、物販ですよね、それが商品が売れたらお金が入ってくるとか、うん、あとはなんだ、あその楽天アフリエイトとかアマゾンアソシエイトとかね、まあ、僕もアマゾンやってますけど、クリックしてクッキーが残って、で自分その紹介した商品が売れなかったとしてもクッキーが残ってるから、その他の商品買ってもチャリンと入ってくるみたいな、そういう仕組みがあったりとか、でいろんなのがあるんですよ、うん、で実際僕もその今その、なんだクレジットカードの動画がすげえ2万回ぐらい回ってるんですね。クレジットカードの動画が、でそこの下に僕がアフリエイトしてるんですけど、そのヤフーのクレジットカードめっちゃいいよみたいな感じで、これは A8 のアフリエイトしてるんですけど、無料のクレジットカードを登録で、1000円とか、まあ、キャンペーンによると1500円2000円入ってくるんですけど、もう何もしてなくてもね、その動画を見て、その YouTube の説明欄見てクリックしてカードを申し込んで審査に通った僕に入ってくるんですね。で実際入ってきてるんですよ、自動で。そうで、しかもそのクレジットカードの YouTube の広告単価も高いんですね、カード系は。うん、だからその1本の動画でももう1万円以上稼いでますね。その YouTube のアドセンス広告だけでも1本の動画で1万ぐらい稼いでるし、まあ、その動画で集客された人が動画見て、あ、Yahoo のクレジットカードいいなっつって、なんだそこのリンクから飛んで申し込みすると僕のアフリ報酬になるっていう。しかも1件1000円から2000円、うん、しかもこれが自動、今自動で全部回ってますけど、それ、まあ、だって1回動画撮って僕何もしてないですよ、うん、なんかテコ入れ何もしてないし、だこういうことがねインターネットでできるんで、じゃあそれが1万個あったらどうなるみたいな、わかります？だ僕はその理論でやってますよ。それ1万個あったら、おこれのもうマジで風呂だなみたいなっていう、いつもね、こう大きいスケールというか、まあ、それが当たり前なんで、そうやって考えてますけどね。でもほとんどの人は、稼げない人っていうのは、まあ、目の前のお金が欲しい、一撃で欲しいみたいな感じじゃないですか。だからまあ作れない、あとはまあ一人でやってるっていうところですよね、うん、そう、うん、だからまあその自分でできないっていうことであるならば、自分でできるんだったらやればいいんですよ。凡事徹底です。もう本当に凡事徹底ですよ。インターネットビジネスなんて地味ですからね。地味なことを本当にどれだけできるかが全てです。もう一度言いますけど、ネットビジネスに関しては地味なことをどれだけできるかが全てです。本当に全て。ね、派手に見えますよ。分かんない人は裏側が分かんない人は
ね、派手に見えると思うんですけど、裏側を僕は知り尽くして、言ってるんですけど、13年いろいろやって、ね、見てきましたけど、もうそれをもう見てきて思うことが、もうネットで稼ぐんだったら地味なことをどれだけできるかが全てです。これが全て、これ以外でもないです。これ以外これ以上でもなくて、これが全てです。でだから凡事徹底なんですよ。でこれが凡事徹底できないんだったら人にやらせてくれなさいって話で、人にやらせろと。で吉田さんはその人にやらせてる、確かにそうかもしれないけど、お金ありませんよ、お金なくてもですね、これね、僕びっくりしたんですけど、あやさんね、ライターさん50人ぐらいね今やってるんですよ、外注化してるんですけど、いくらだと思います、費用、ライターさんの費用いくらだと思います、50人いて。僕びっくりしたんですけどね。でしかもね、アフリエイトってもうほぼ純利なんで、アフリエイトってほぼ純利じゃないですかね、なんかその在庫とかないし、だから300万とか400万あるわけですよ、純利で。でその中でじゃあ経費、ライターさんに払ってる経費いくらだと思います？20万めちゃめちゃ出してるやんみたいなね。300から400月アベレージあってね、経費20万ですよ。クソ安くないですか？僕それ聞いた時、そんな安いのみたいな、マジでみたいな、あやさん、うち、あやさんもめっちゃ稼いでるやんみたいなね。ちょっと嫉妬しましたけどね、すげえ安いなみたいな。でその外注費用を安くするテクニックもあやさんは持ってます。外注費用を安くするテクニックもあやさんは持ってます。そう、どうやって安くしてんのっていう。だからそのでよくこういう話を聞くと、そのなんだ、いやいや吉田さんと、僕はサイトアフリエイトやったことがないんですとか、難しそうです、いやじゃなくて、月に2万とかでいいんですよ。ノウハウに関しては、じゃあ月に2万稼げるノウハウってどこにあるんですか？本屋にあるでしょうって話なんですよ。本屋にありますよ。1500円ぐらいで売ってますよ、月3万とか2万稼ぐノウハウ。本屋さん行けば1500円ぐらいで売ってますよ。だから初心者でもノウハウも書店にあるんです。申し訳ありません、初心者でもやったことがなくてももうノウハウは本屋にあるんで、ね、うさんくさい情報書で買わなくても本屋にあるから、それ買ってもうそれでノウハウ終了じゃないですか。なるほどって、じゃあノウハウあるじゃないですかね、ノウハウあるじゃないですかね、それね、やらせればいいじゃないですか。あ、なるほどね、こういうふうにやればいいんだね、じゃあこれやってみたいな。自分でやんなくていいんですよ。わかります？なんかほとんどの人がこれ勘違いしてるんですけどね、自分で稼いでないとダメっていうなんか意味わかんないロジックがみんな持ってるんですよ。自分で稼いでないと教えられないとか関係ないですよね。例えばこれ事例で言うならば、青山学院、箱根駅伝4連覇した箱根駅伝4連覇した青山学院の先生は元サラリーマンですからね、ね、選手でもないわけですよ。なんか駅伝でめっちゃ有名な選手でもないわけですよ。サラリーマンですよ。サラリーマンの人が駅伝を教えて4連覇してるんですよ。これね、それ本も出してますから、その人、箱根駅伝で優勝させ4連覇させたその元サラリーマンの監督さん、出してますから本読んでください。ということは何なのかっていうと、結果を出すプロセスにおいて自分がやってなくてもいいってことなんですよ。でもちろん長嶋茂雄監督みたいに、長嶋茂雄さんすごいぞみたいなね、昔巨人で監督やりましたけどね、そういう人もいてますよ。だけど全員がそうではないわけですよ。だから青山学院の例が一番いいと思います。サラリーマンの人が教えてるんですよ、元で4連覇ですよ、すごくないですかって話で、なんかそこをね勘違いしてる人が非常に多いなと僕は思いますね。だ僕もそのトップバスに関しても正直最初やってないんですよね。僕は最初トップバスをやった理由としては、そのなんだ、その YouTube 僕やってたんで、その代理店さんから、その今トップバスっていうプラットフォームができてちょっとやってみませんかっていうオファーが来たんですよ。で単価は 0.2 円にしますんでみたいな、特単にしますんでみたいな、あ、じゃあやってみようかなっつってちょっとやったんですよ。ちょっとだけですよ、稼いでないですよ、稼いでない、ちょっとだけやったんですよ。でちょっとやったら本当に動画5本ぐらいですかね、で5本ぐらいアップしたら、去年かな、今年かな、再生がブワーッと上がったんですよ。お、これすげえやんみたいな。で僕はそのすげえやんをアウトプットしたんですよ。
これめっちゃすげえやんみたいな、これ初心者でもいけんじゃねえみたいな。ですぐセミナーでアウトプットしたんですね。でそれを聞いた、それをね、僕のセミナーに参加した、まあ大阪セミナーなんですけど、そこのねセミナーに参加した人が、あ、そう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 だそうだそう、今度あの999円で販売するセミナーです。999円で販売する大阪セミナーでね、あの参加してくれた、まあすみません動画は回ってないんですけど、参加してくれた人を特別にじゃあ全部見せますよっつって、最後セミナー終わった後やったんですよ。でそれを見てお客さんがすぐ結果出したんですよ。吉田さん稼げましたみたいな、もうやっぱ稼げましたみたいな僕稼いでないですよ。え、よくないですか、自分稼いでなくてもお客さん稼げればよくないですか。申し上げますね、え、ゴールどこすかみたいな。まあ僕は販売者としてお客さんが稼げればいいんですよ、ね、僕が稼いでるぜみたいな、月収100万で俺すごいだぞ、そのノウハウを教えるでもいいんですけど、でもお客さんが求めてるのってお前が稼ぐことじゃないですよね。お客さんが求めてることだってお前が稼いだかどうかではなくて、自分が稼げるかどうかを求めてますよね。じゃあ別に自分が結果出てなくてもお客さんが結果出ればよくないですかって僕はそう思ってるんですね。うん、でお客さんが結果出たんですよ。あ、これはまあお客さんが結果出たからよし、ドリアカに講義追加しようって僕やってないので、ね、やってなくてもお客さんがやって結果出たから、よしこれだったらまあね、しかもその人全くネット初心者なんですよ、ね、サラリーマンで全くネット初心者、うんね、その人が結果出たから、じゃあドリアカに講義追加しようって講義追加したんですよ。で講義追加して、でその後、まあ、稼げましたっていう報告もらったんだけど、その後またいっぱい来たんですよ。吉田さん単価下がりましたと、やっぱトップバズって稼ぎづらいっすねみたいな、やっぱダメじゃないですかみたいなのいっぱい来たんですよ。本当かなみたいな。で僕がやり始めたんですね。で僕がやり始めたんですよ。で本当かなみたいな、稼げないみたいな、じゃあ俺がやってやるよ、やってやるよって新規のアカウント取ってですね、新規のアカウント取って検証したんですよ。で検証したら12日間で15万上げました。稼げるやんこれみたいなね。でその動画をこうアップロードしたら、やっぱトップバズやってみたいですみたいな、なんやねんみたいなね。そうそう、面白いですね。なんか別にね、自分で結果出たんだからノウハウあるじゃないですか。本屋でね、1500円のノウハウ仕入れて、それを読んでやらせればいいんですよやらせばいいんですよ。え、それ簡単じゃないですか。それ難しいかな。それ難しいですか。まあ、難しいとするならばマネジメント能力ですよね。僕はマネジメント能力できないんで、そうないんで、だからそのマネジメントどうマネジメントするのかっていうことに関してもあやさんがねこう教えてくれますからね、まあ、サイトアフィリエイトに興味あるっていう方はね、あの外注かいいんじゃないですかね。だって本当にそれやれば稼げると思いません？思わないか、思わないからやらないか、僕は思いますけどね、うん、だって月2万とか1万でいいんですよ。本屋に落ちてるやんノウハウみたいな。そうで、しかもそれ自分でみんなやって挫折するじゃないですかね。自分でやって挫折するしてくるじゃないですか。自らケツ掘ってくじゃないですか。いや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 と、もう挫折するんだって人にそのノウハウ買ってそれをなんかやらせればいいじゃんって話してる。そう、あ、米が炊けました。ということで、あのこの YouTube の下に、リンク、あやさんからね送られてきた動画のリンクシェアしておきますので、まあ、興味ある方は、まあ、あやさん余裕だぜみたいに言ってるんで、うん、そう、まあ、外注その考え方で取り組めば余裕ですね。そうじゃないですか、うん、でそれもちょっと難しいですっていうことだったらネットビジネスはやめた方がいいですよ。月に1万も稼げるなんかプラットフォームとかね、それを作る自信がない、まあ、自信はないかもしれないですけど、それはやればできますから。で、あと最後言いましたけど、やらなくてもやらせればいいわけじゃないですか。自分がね、稼いでなくてもやらせればいいわけじゃないですか。僕もトップバズ、ね、結果出てないですよ。最初の段階で、アウトプットした段階で、ただ再生数が上がった、稼げそう。で、アウトプットしましたからね。ね。まあ、そんな感じですね、うん、はい、では
これで終わりたいと思います。ありがとうございました。